平芳子君日本共産党の平芳子です今回の法案を提出するに至った背景には先ほどの提案説明にもありました教育未来創造会議の第一次提言があると承知をしておりますこの提言では成長分野への大学等再編促進として本法案の再編に向けた初期投資や開設年度からの継続的な支援だけでなく 大学全体としての規模を抑制する仕組みの整備、私学助成に関する全体の構造的見直し、計画的な規模縮小、撤退等を含む経営指導の徹底、就学支援新制度の期間要件の厳格化、大学設置に関わる規制の大,体大胆な緩和を挙げています。大臣、つまりですねあの、この提言で示された本法案の内容を含めた政策というのは、すべて一体にセットで行うと。 いうことでよろしいですか長岡大臣 キラー委員のおっしゃいますように、教育未来創造会議の第一次提言におきましては、今般の基金を通じました学部転換等の支援に加えまして、大学全体としての規模を抑制する仕組みの整備、そして、私学助成に関する全体の構造的見直し、計画的な規模縮小、撤退等も含む経営指導の徹底、そして就学支援新制度の 基幹要件の厳格化大学設置に係る規制の大胆な緩和について提言をされております文部科学省におきましては教育未来創造会議第一次提言の工程表に基づきましてこれらの事項に関しそれぞれましっかりと取り組んでまいります平吉子君まあそれぞれしっかりと取り組んでいくということはまあ、やはりこの全体、ね セットにして取り組んでいくということだと思うわけですけれども、つまりですね、今回の再編支援っていうのは、単純に再編を支援するだけじゃなくって、その大学全体としての規模を抑制するなどということも前提としてあると、単純に現状の大学,に加え大学の学部に加えて、理工系の学部が増えていくって話じゃなくって、あの 全体縮小の下で理系を増やそうととりわけ現在、多くの私立大学は、文系学部が中心となっているわけですが、そういうもとで、大学規模を抑制しつつ、理工系学部を拡大とするとなると、つまり結果としては、文系学部を縮小せざるを得ないと思うわけです、つまりこれ、事実上の文系潰しになるんじゃないかと思うんですが、大臣、いかがですか。長岡文部科学大臣 本法案は、成長分野への学部再編等に取り組もうとする大学、構成の主体的な改革を後押しするものでございまして、特定の分野の学部等の廃止ですとか、縮小を前提とするものではございません。このため、文系学部でも理学、工学、農学分野を含む学位を授与する学際的な学部であれば、 支援対象とすることこれはあのしっかりと想定できるというところでございます文部科学省といたしましては大学の教育研究が継続的に安定的に実施できますように基盤的経費の確保もこれしっかりと取り組んでまいります平芳子君 主体的な取り組みの後押しっておっしゃいますけれども、でも事実上、その理工系、理工の学部をあの増やす、そういう取り組みへの支援ということになるわけで、そうなると、全体の規模を縮小する中で、理工系学部をあの増やしましょうってなると、文系が減るんじゃないですかっていってるんですけれども。池田高等教育局長、お答え申し上げます。 あのそれぞれの,あの学部転換をどうするか、基本的には各あの大学のご判断になりますけれども、結果的に理系の学部を増やすことによって、えーまあ、文系の割合が減ってくるということはありうると思いま吉良佳子君。 まあ,あり得るっていうことですよねでそれはやっぱり私、違うんじゃないかと、事実上に文系潰しっていうのはね、違うんじゃないかって思うんですよ。合わせてが、大学設地にかかる規制の緩和っていうのは、従来よりも必要とな,なる教員数や、校舎面積などの基準が下げられると、そうなると質の面でも不十分な理工系学部が、そして乱造されかねない懸念もあるわけで、それでいいのかっていうのは、私、あの言いたいところだと思うわけです。でしかもですねさらにこう 私学女性に関する全体の構造的見直しとか、まあ、撤退等も含む経営指導の徹底っていう方針は、つまりは経営難となった私学をどんどん 淘汰するという話で文系を潰していく、私学を淘汰していくという話が、この法案にあの含まれているということですで、しかもそういう私学をどんどん淘汰する話,話の文脈の中で、就学支援新制度の基幹要件の厳格化、これが挙げられているというのも重大だと私は思うわけです。で、就学支援新制度っていうのは、つまりは、えー、学生の給付奨学金制度ってことなわけですけど、給付を受ける学生個人の、 あの資質とかの問題ではなくってその学生の通う大学に対して制度の対象にするかどうかの要件期間要件をかけるという仕組みで現在はお配りした資料の左側 あの直前3年度、すべての収支計算書の経営収支差額がマイナス、それから直前,直前年度の貸借対象表の運用資産、外部負債がマイナス、そして直近3年度すべての在学学生数が収容定員の8割未満と、この3点すべてに該当する場合は、その就学支援制度の対象外になるという仕組みになるわけですけれども、じゃ現在、この期間要件に該当して、就学支援の対象外となっているのは何校ですか。 池田局長お答え申し上げます、就学支援・支援制度の対象校は、えー、令和4年度で15校が要件を満たさず、対象外になっているということで15校、まあ、大,大学単大で4校、専門学校で11校ということですけれども、じゃあ、これをその提言のうように、厳格化したらどうなるのか。 そして先ほどの教育未来創造会議の提言では、定員充足率が収容定員の8割以上の大学とするなどの期間要件の厳格化を図るというふうに書いてあるわけですね。つまりは、現行はこの3つの条件すべてが重なった場合のみが対象なんだけれども、その中から定員充足率8割未満という要件を外して、独立させて、それだけでも当てはまれば、 就学支援制度の対象外にできるようにするという話になってくるわけですねこの提言の条件をそのまま機械的に当てはめた場合じゃあ新たに対象外となる大学というのはどの程度の数となると見込んでいらっしゃいますか池田局長お答え申し上げます大学短大高専について申し上げますと収容定員充足率が8割未満を独立した要件として あの今ご指摘のように、そのまま当てはめた場合には、118校が新たに対象から外れることになります。ただし、今、キライン配布資料にもございますように、右側に、えー、メモがございますように、えー、有識者会議におきましては、えー、このうちですね、あのー 収容定員が8割は切っていても、5割以上のものというのが103校ございます、でこの103校のうち、定員割れであったとしても、質の高い教育を行う期間は、引き続き制度の対象になるようにすべきだというご意見もありまして、えー、例えば就学、就職率が9割を超える期間については、猶予を行うという案、これも議論されているところでございます平良子君。 いや数を伺っているんですねさまざま検討されているのは分かってますけど、機械的にそうしたら新たにね、あの就学支援制度で外れてしまうと思われる学校の数はどの程度ですかということで、まあ、先ほど、大学、短大、高専の数だけおっしゃられましたけど、専門学校も含めて、もしくは、その えー、定員重層額率8割未満を外した場合の残りのね、あの直近の3年度すべての経営収支差額がマイナスと、えー、直近年度の運用資産、外部資産、負債がマイナス、これあの,の重なった部分とか、あのでもあ新たな対象出てくると思うんですけれども、それすべてでどれぐらいかって聞いてるんです。す池田局長 専門学校につきましては規模などですね、大学とはあの異なっておりますので、少し扱いを変えた議論をしております。で収容定員充足率が5割未満を、えー、基準とした場合、専門学校については、239校が対象から外れることとなりますが、地域の社会、経済社会にとって重要な専門人材の育成に貢献していると。 設置認可を行っている都道府県が都道府県知事が認める場合には、猶予を行うという方向で議論が進められているところでございます。このほか、定員充足率を独立の要件としたことで、経常収支差や外部負債の超過の要件に抵触することとなる期間は72校ございます平良子君。 まあ、つまりいろいろおっしゃってねあの、文科省の中ではさらに条件を課す中でね、数を絞っていこうというお話もされているようですが、まあ、提言の,あの中身をそのまま実施すれば、現状15校から全部合わせて444校、約30倍。 全体の8%、1割近くの学校が支援の対象外となる、そういう数字が出てきてしまうと、まあ、かなりの規模でありね、やっぱり私、教育未来創造会議の議論っていうのは、かなり乱暴と言わざるを得ないと思うんですよ、だから文科省でもね、そういうさまざまな要件つけなきゃいけないねっていう議論になっちゃってると思うんですけれども、でこのあの未来会議。 の中ではですね、こうした厳格化を進めるのは、大学の経営困難から学生を保護するためと、学生を守るためって言ってるんですけど、本当にそうなのかと、日本私立大学協会はですね、この期間要件によって、低所得層の学生が学びたい高等教育機関で学べない。 矛盾が生み出されているるよとと選べなくなくそっちに行けなくなると行きたいけれどもその学校があの就学支援制度適用外になっていればそこに行けなくなるとそういう矛盾があるよという指摘もありますしまた青森のある大学期間要件の条件で、まあ、契約下であの制度から対象外になったんだけれどもただ他,他の学校との兼ね合いであの同じ 国とと同様の支援を実施するとそのために、その財源を捻出するために、あの経営が改善してきていた系列の,あの高校の教職員の給料を不支給にすると、あの一時金を支給にするなどの対応で、なんとか事項の、 制度を、ね、作ったっていう話を、系列校の教職員に伺いましたけれども、これ、学生守るっていう話にはならないと思うわけで、やっぱり大臣、こういう就学支援新制度の基幹要件そのものが不要だし、厳格化なんてもってのほかと、学生自身なんだん責任のない基幹要件で、支援の対象外とするのはあってはならないと思いますが、大臣、いかがですか長岡大臣。はい、え議論にお答えいたします えー、高等教育の就学支援新制度は、低所得世帯の学生を対象とする、まあ、大学などでしっかりと学んで、えー、社会で自立をして活躍することができるように、まああの、その経済的負担の軽減を図りまして、格差の固定化の解消ですとか、少子化の進展に対処するものでございます。えー、こののためにに本制度の対象機関におきまししてては社会で自立をして 活躍できる人材の育成を担っていただく必要がございますこのような考えから大学等での勉学がま職業に結びつくよう学問研究とま実践的教育のバランスが取れている ことなどを大学等が対象機関となるための機関要件を求めているところでございます。まあ、現在機関要件の見直しに係る制度設計につきまして有識者会議におきまして検討いただいているところですが、まあ、一定程度のまあ、転移割れがあったとしてもですね、大学にですね、質の高い教育を行い 行う大学等が、まあ、就学支援新制度の対象外とならないようにするなど、まあ、適切な要件について検討をいただいているところでございます。 なお、就学支援新制度におきましては、学校が対象外になったとしても、えーまあ、支援対象の在学生につきましては、引き続き、まあ、支援を受け,られることあ受けることができることとなっておりますで、また文部科学省といたしましては、学生等に不利益が生じることがないよう、まあ、引き続き、まあ、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。す子君 学生を支援するための制度に期間要件は必要ないと厳格化なんてもったいのほかだということ申し上げて私の質問を終わります他にご発言もないようですから質疑は終局したものと認めますこれより討論に入りますご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います平芳子君